おはようございます。ティネット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、ちょっと VTuber の話題になっちゃうんですけど、まあ VTuber ってもう何、若干世界に浸透してる感あるよね。どれぐらい浸透してるかっていうと、それこそ僕モーリーファンタジーに遊びに行くことがあるんですよ。はい。まあ例のゲームのせいなんですけど、モーリー、大体の例のゲームのせいなんですけど、モーリーファンタジーに遊びに行くんです。で、モーリーファンタジーの中で曲流れるじゃないですか。まあ BGM というか、モーリーファンタジーのそのゲームセンター内で流れる曲に僕の好きな VTuber の曲が流れてるんですよね。いや、スイセンすごいな。今回使っていくモンスターはオバドル、リッチ、スカール。あ、全員、まあ、故障で呼びましたけど、夜の帝王、お化けキャンドル、スカールライダーですね。はい。今回は、夜の帝王に頑張ってもらう。まあ、よくある、マイナーモンスターを使ってみようシリーズです。少なくとも、俺ね、実況者してる人の中でね、夜の帝王を使ってる人見たことねえんだわ、ほとんど。夜の帝王だよ。しかも、ヤイユエヨの中で、唯一のモンスターですよ。まあ正確には闇の司祭が入るんですけど、 DLC いれば正確に言えば闇の司祭入るけど、 DLC 抜きだったら唯一のヤイユエヨのモンスターです、こいつは。さあ来ました、その実力は。クロスウィング炸裂、いいね。さあスカール8のスカウトモンスター、お前も行ってこい。行くぞ、勢いよく射撃に、よいしょ、オッケー。火力があるんだ、大丈夫。水準帝王と戦えればなんとかなるって。このチャンネルはね、マイナーなモンスターがね、水準通りに戦えればいい。お前は何をしてるんだ、お前だけ DQ5 つながりだから、なんかグレたのか。まあ HP も2600って結構あるな、こうしてみると。なので割と大魔王を倒すジャイアントキリングパーティーになれるかもしれませんね。まあ、この辺りは気にしなくても大丈夫です。さあ、誰が行く？おっと、スカール！まあ、早いからな。みんな結構、オバトル以外は早いんじゃないかい？さあ、とどめだ！えい！よいしょ！オッケー！スパッと突破したね。このまま大魔王まで行ってほしいな。いや、先ほど申し上げた通り、お化けキャンドルはオバドル。スカルライダーはスカール。そして夜の帝王はリッチーです。つまりですよ、このゲームでね、一番強いと言われてるね、ナイトリッチー。よくリッチリッチと略されてるじゃないですか。こいつもリッチーなんですよ、言っちゃえば。なんでね、その名前に恥じぬ活躍をね、期待しています、僕は。あー、アイスクラッシュすっげえとこ行ったな。嫌なとこに行ったわ。すっげえ嫌なとこ行ったね、うん。あー、大丈夫。さあ、頼むぜ、リッチ。今日はお前が輝く動画だからな。もちろん横の脇にもね、二人にもね、輝いてほしいところではありますが。いいね。さあ、ようやく動いたメラメラさん。はい、ほい、メラメラさん。いいね。いいダメージ出んじゃん、ちゃんと。ちゃんとね、火力上げてあげればね、水準のダメージは出るんですよ。いいね。ね。モンマスのいいところだよね、これ。一見ちょっとなんか微妙なモンスターでもさ、とりあえず火力さえ上げてしまえば、水準程度の火力を発揮できるのがモンマスのいいとこであるよね。まあ、逆にね、硬くしたりとか状態上に特化させたりとかできるのもモンスターマスターの魅力。夜の帝王が輝くもモンスターマスターだからこそっていうのもあるがね。OK! さあ、誰か決めてちゃって、誰か決めちゃっていいよ、もう。まあ、リッチーちゃんがね、甘い気で暴れ、なんか、甘い気で遊びそうな気がするから怖いんだよな。お前だけなんだよ、甘い気持ってんのよ。まあ。よし！お！
え、足払いで、え、足払いですか？シュー！ちょっと待ちなよ。おお！続くぜ、この動画。しかも相手にとって不足はねえな。ゾーマってことだろ？さあ、まずは、ポンパイこと、バラモスの登場です。バラモスからしてもさ、もう、初顔合わせでしょ。初顔合わせでしょ。誰？君たち？みたいな。我らは草原森軍団。こう見えてこいつら全員草原森軍団なんですよ。さあ、ちょっと火力出しづらい相手ではあるが、物理に勝てんからな、バラモス。物理に硬いから呪文がないのがね、厳しいところであるが、まあ、とどめと、適当な、ポンポンポンで、まあ、ここね、倒してほしいところ。よいしょ、老人形して、あ、おっとー神ったー神ったーオーバードルオーバードル神ったね、それは。神っぽいな、それ。さあ、順調にね、今のところ行ってますね。残り838。まあ、削り切らないことはないと思うよ。バラモスって火力ねえもん。うん。魔王の中でも火力はない。一気に押し切りましょう。せっかくなんで足払いと、老人形と足払いはね、こうやって止めることがあるからね。まあ、それにしてもバラモスよく転んだなって話なんですけど。さあ、足払い行きます。シューン味を占めたかのように、行動不能を狙う。あ、破滅だ !USA! せーの！おお、すごいいい回避。そうだね、回避率もお前らあるもんな、結構。お前ら回避率も結構ある方だから、本当に期待できるかもしんない。回避でね。まあ、相手が呪文型ゾーマだと、あらまあ、これ受けられた。はい、ポチッとなった。さあ、夜の帝王ことリッチ、そしてオバドル、スカールによる、大魔王ジャイアントキリング劇場、始まりますぜ。でも割といけんじゃねえか？勇気オーブもちゃんと溜まってるし。勝てる勝てる！あー！来た！来た！来たよ！来たよ！来たよ！来ちゃったよ！とんでもないのが来たよ！いけるか？お前ら。さあ、とんでもないのが相手になりました。まずは光の魔使いましょう。さすがに無理があります。こいつらではダメです。荷が重すぎます。これを使わずしていくのは。でも、今回は割とあるかもしんない。オバトルが炎攻撃を使えることもあって、火力を削るのは問題ないかもしんないね。さあ、行きましょう。大事だよ。さあ、どうなるかな、これは。でも回避率はそこそこにみんなある連中だ。と言ったらマヒャドが飛んできたわ。大丈夫かな？頑張れよ！頑張れよ！絶対頑張ってくんない。1ミリの半分が削られました。やっぱこれこそ大魔王というばかりのね、威厳を見せてくるわけよ。避けられたんかい？何をしとるか。一番立ててんのはこいつ。メラメラさーん！はい！よいしょ！いいね。さあ、今回の主役、夜の帝王こと、リッチー！いやー、リッチー、もっといいとこ、もっといいとこ見せてくれ。お前のクロスウィングの会心率の高さというのを見せてくれ。ここからは、凍てつく波動を引きたいか、または避ける。まあ、さっきからぴょこ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 避けてるんですよね。お前は何をやっとんねや。さあ、頼むぜ、オバドル。はい！オバドル！オッケー！ここ大事。波動で来てくれる分にはありがたい。よし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 。波動なら大丈夫だ。さあ、頼むぜ、夜の帝王たち。ちょっとね、スカールがポンプやらかしてるから、ちょっととどめボーダーが怪しくなってきたな。いやでも、マイナーモンスターでもね、心臓ま倒せるんだっていうところを見せてやりたい。それがこのチャンネルです。当てれば結構出んじゃん。なんだ、
破滅の避けよう、避けの避けよ、避けれるよ。はい、地獄持って。よし、夜の帝王がけた。夜の帝王、回避率 7%。 回避率 7%、 避けた。よっしゃ、すごい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 、まだあるぞ。全然ある、全然ある、全然ある。メラメラさん、よいしょ。さあどうする。これはね、こうだわ。マリベル城、これはマリベル城でしょう。このターンはフルアタなんで、ここのターンを耐えて、あー、まあ息しちゃった。寝ろー、くそーくそー、ちくしょう。そこでなぜお前はクロスウィングを選ばない。こうなると2人に会心出してもらうしかないね。さあ頼むぜスカールちゃん。てかお前が外さなければね、遠の昔に行けてそうなんだ。ボーダーは俺外さなければ行けてるって。これお前も老人形にしてやろうか。固めろ、行け固めろ。あー惜しい、これちょっと待って、惜しい。スカールがさ2回外さなきゃいけねえじゃん。じゃあ、いやまだチャンスあるね。こいつらには回避率無限の勝ち筋がある。避けろ、避けろ、頼む。さっきのようなニピロリをお願い。感動をもう一度。頑張ったわリッチー。スカール何やってんだマジでよ。まだだ、まだ終わらんよ。世は寛大な男である。お3度までの失敗なら許してやろう。そうです、こいつらにもう一度機会を与えたいと思います。ただし白目からですけどね。そう、白目からやって赤目をもう一度倒す機会を与えようと思います。僕はこのまま終わりたくない。いや、お前らもこのまま終わりたくないだろう。そんな、最後あそこ避けてればワンチャンあったって話なんだけどさ、タラレバロンはね、もうそこまでにしようや。さあ行こう、行こう、お前も老人形にしてやる。はい、いい感じ。ダメージは出る、ダメージはそこそこに出るから、外さなければいけます、ちゃんと。さっきは外しすぎです君たちは。お前らは外しすぎだ、いくらなんでも。で、クロスウィング、炸裂、いいね。ダメージは出てるぞ。相手がゾーマなのもあって。メラゾーマ様、メラゾーマ様来た。やばいって。やばいよ、これ。これやばいよ、ちょっと。オバドルもいるから大丈夫って言いたかった。ここはマジックバリアか。いや、まだだね。溜めるの可能性あるから、いやマジックバリアすれば確かに確定防御できるけど、今は危ない。ちょっと迷っちゃったけどな、ちょっと迷ったな今。いやここは勝ちに行くしかない。てか白目ゾーマは割と強いんだよな、強さのベクトルが違うんだよね。赤目ゾーマは自分の賢さを捨ててほとんど強力な炎の特技とかで攻めてくるけど、こっちは呪文で攻めてくっからな。おー、貯めろ、オッケー、貯めるならオッケーだ。これだったらジゴスパーク最高キャノンのタクか、次。やばいなー、ジゴスパーク最高キャノンのタク。ルビスかな、そうすると。そうするとルビスが安定になるかな。うん。貯めるに逃げてくれたのはありがたい。よっしゃ、まだあるぜ。まだ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 ある。灼熱切りして、ナイス、オッケー。それをなぜさっきできなかった。なんだったら固めちゃってもいいよ、あの人形で。はい、オッケー。とどめボーダーは問題なさそうだな。今度は甘い息を吐くんじゃないよ。サイコキャノンね、これ避けてもいいよ。ルビスを無駄にするけど避けてもいいよ。はい、なあ、
来るか。いや、でも、いける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 、1017ありゃ、いける。え、耐えっかな、マヒャドでも。これ、マヒャド耐える？え？おーい、いてつく波動なんてしている暇はあるのかい？これ、リッチーとスカールがやってくれれば終わる。それで。必殺の足払いで、行くぞ！よいしょ！いいよ！必殺クロスウィング作成！よし、お前が受かった！お前らは、チャンスを掴んだんだ。自分の手でね。よし！よく白目ゾーマを突破した。正直俺はここで負けるんじゃないかとすら思っていた。ただお前らは自分でね、自分の尻拭いは自分でするっていうのがな、男ってもんだろう。頑張ろうぜ。さあ、自分で掴んだチャンスを再び手に入れに来ました。そう、今度は勝ちに来ました。さっきみたいな失敗はもうしない。失敗っていうか、まあ、スカールがね、外さなければいけてたんだけどね。うん。あと、甘い息とか吐かなきゃいけてたんだけどね、君たちはね。さあ、まずは光の玉を使うターンですね。勇気が溜まってないのはきついところではあるな。さっきみたいに勇気が溜まっていない状態だ。まあ、ただ、ここで、まあ、勇気稼げるからトントンみたいなもんでしょ。さあ、頼むぜ、みんな。もう二度はない。バーン様も二度は同じミスをしてたのに許してくんない。さすがに寛大なバーン様もね、許してくんない。行くぞ、お前ら。行ける。このね、誰も知らないようなパーティーでね、心臓も倒したって言ったらね、これはみんな嘘にしか聞こえねえぜ。叶えよう、その嘘を。本当に。依存、リッチークロスイング、よっ。さあ、メラメラさんが一番打点が出るところ。一番打点が出るのがメラメラさん。オッケー、ちゃんと当てれば大丈夫だ。やばい、やばいの来たな。くそ、これよ。賢さを捨てて得た技が死者の呼び声。あ、オーバードル、あー、707。痛いな、これは。素直に痛いな、707って。やばいな。707はやばい。オバドル避けろ、オバドル。まあ、でも足がすくんでないのは偉い。今ので足がすくんでたらちょっとやばかったな。早い。232鉄カード行きたいよ。やばい、魔界の効果来てる。避けろ、こんな陣避けたれ。よし、リッチー避けた。リッチー、まだお前は諦めてない。すごい、リッチーがマジで輝いてる今日。マジでリッチー輝いてないのか。マジでリッチー輝いてんじゃねえか、お前今。7% の回避率をそこまで発揮できるか、お前。いいよ、攻撃当ててる。ここも、あ、まだ様子見だよな。ここは様子見だよな。いてつく波動の可能性あるもんな。様子見しかないわな。ゴー、ナイス、オッケー、オッケー、いい感じ。オッケー、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 あるぞ、あるぞ、あるぞ、全然ある、全然ある。次、マリベル城で、いけるかもしれん。本当にいけるかもしれん。いけ、メラメラさん、ナイス、素晴らしい。どうする？クロスウィング炸裂！ここ、ルミスでいいんじゃないか？ルミス、ルミス、ルミスの光に導かれよ。ルミスで耐えれば勝ちよ。このターン、古技なんだから。さあ、このマイナー軍団が、心臓マンを倒すのか？うおー、燃えている、
燃えている、こいつらすげえ今燃えているぞ、燃えている、すげえちょっと待って、すごいすごいすごい、おと相手の攻撃きた、大丈夫だ、ルビスの守りがある、ルビスの守りに導かれろ、でええ音相手の攻撃、え嘘でしょ、いや回避率がある、回避率、余計のスタールよっしゃよしすごーいすごいよく言ったよく自分のさミスを自分で取り返した、お前ら偉いよ、ほんと偉いよお前ら英雄になれんだぞ、この動画の今今日の瞬間お前英雄になれたと思うよ、会心もよく出したしね、攻撃も避けるべきところで受けたしね、そう二度目はやっぱね輝くんですよ、うん、こいつらはねやればできます、そうどんなモンスターにも可能性を与える、それがモンスターマスターよ、やったなー君たち、正直ダメだと思ったがお前らはやっぱさすがだわ、おめでとう、本当におめでとう。